吉野さん、考え方が変わったから稼げるようになったのか稼げるようになったから考え方が変わったのかこれどちらが先でも私はいいと思うんですよ思えば私がねクレジットカード2枚で最初のその高額熟語を買った時にねそれまでの金が貯まったら買おうっていう考え方だったら多分その行動にはならなかったと思うんですよで金がなくても買おう稼ぐために買おう 買っったたんだったらやろうこのルートが何で引けたかってことなんですけども基本的に私の活動っていうのはね事業活動企業活動っていうのは借金を先にして成り立っていたんですよねで借金をできる枠っていうのも自分の使えるお金の力量だっていう風な考え方をしていた今で言うとちょっと危なっかしいんですけども、ね、その考え方は借りれる限り借りてしまえみたいなね うん、それは危ない考え方だと思うんですけども、まあ、ある意味ねそのリスクを私はあ受け取ることができたんだろうなと思いますよね。1,000万でも2,000万でも、まあ、借金をして借金をすることにより日々が豊かになるこれがね借り方と貸し方の関係なんですけども現金がここに500万あります500万あったら500万が使えるようになるという自由度はあるんですけども反対にこっちでね500万っていう債務は負うわけですよ返さないといけない。 でも500万円があれば当面は例えば5万円ずつ返しながら100回ローンでね返しながら500万円を使うことができるわけですよね。まあそうしてる間に何かが当たればいいかなっていうそういうふうな考え方もありますしまあそもそもね500万円が日々消耗されていくだけだったら先がないわけですけども例えば500万円というお金を手にしてそれでね稼ぐためのノウハウだとかテクノロジーを買うとなると この500万っていうのは潜在的に1000万にも2000万にもなるわけなんで、きちんと経済効果を出した後で500万を利息をつけてね返すことができて、手残りもありますよねってことができるわけなんですよね。こういうふうに考えていくと、その国の経済っていうのも今ね、あのー、国債が1000兆円超えたとか言いますけども、でも、国のいわゆる借金ですよね。政府の借金が1000兆円あっても、 この国に張り巡らされた高速連絡もインフラですよね水道とか電車とか高速道路とかこれ1,000億円をぶち込んだだけの価値はあってまあいろんな流通が短縮されたりとか巨大物流が成功したりとか人と人との移動ができるようになってそこでまた新しい経済効果を生んでリノベーションが起きたりとかすると。この借金を作った 1,000兆円ともいえる国債残高ですけどもこれが日々生み出すお金ってのはそれこそね1,000兆円以上のレベルで私たちに富をもたらしてくれてるんだろうなと思うんですよ。で逆にこの1,000兆円を一生懸命減らしちゃうと何が起こるかっていうとね税金で回収することになりますんで私たち国民の暮らしが苦しくなっていくら稼いでも持ってかれちゃうみたいなことになるんですよね。話が大きくなりましたけどもそういうふういふに自分の 企業経済と企業経営と国の経営を考えていくとあの借金っていうのはね使い方次第でいくらでも自分を伸ばせるんですよねだからお金の勉強として借金の扱い方もやっぱり学んでおかないといけないのかなと思うんですよあの子供って成長する過程で親に借金するっていう考え方が私にあるんですよねそれは小学校中学校高校大学と これいわゆる親にお金を出してもらって進学して成長していくわけなんですよ。まあ、もちろん今はね進学だけじゃない別の生き方もあると思いますけどもとりあえず生活費なりお小遣いなりそれからレジャーなりいろんな見識を深めるために学校に行ったり家族旅行をしたりとかあいろいろこう話し合ったりとかねそういった資源を親を与えて子供がその資源でもってですね自分が 投資してもらった金額時間エネルギー以上に、まあ、将来大人になってね二十歳三十を過ぎて大きな経済効果を出して親が投資した以上の利回りを社会にそして家庭や親にまたねもたらしてくれるっていう風な図ができるとものすごく育てたかいがあったなぁみたいなことにはなると思うんですよ。もちろん金銭的なリターンだけではなくてね存在すること自体が あお金に換えられない価値ということもありますんで、40代になって、50代になって、家に引きこもってね、ニートやっていても、いやー、なんかね、それはそれで私はね、家族にとっては価値があることだと思うんですよ。うん。なんかね、ちょっと話だいぶずれましたけども、あのー、年老いた70代、80代のね、お父さんお母さんが、家に、まあ、働かないけど元気な子供がいて、 多少不てくされてるみたいには見えるけどもなんかね自分なりに自由に生きてるなと思ったらちょっとホッとするとこあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、もちろんね社会で元気に働いていろんな方とね関わりを持って好きな彼女もできてうんなんかねこの子と結婚したいんだみたいな方向が来ると親としては嬉しいですけどもそれがなかったとしてもね例えばブラック企業でめったに帰ってこない精神を病んでもうフラフラになりながらも もうあんた、あんな会社行けなくていいよって言っても洗脳されたからのように「いや俺が行かないと会社回らねえんだ」ってからね今日会社に行ったら本当に戻ってくるんだろうかみたいな心配をするような形の我が子よりもね、うん、多少ね将来心配だけども自由に生きて美少女ゲームやってなんかねインターネットで知り合った人と一日中ねスマホでパチパチやりながら親とも口聞かねえみたいなねそんな困った状況の方が実はね うん、救われてるかもしれないですね、うん。まあ全然話違うところ行きましたけども価値の感じ方って本当になんか違うんですよね年代とともにも変わってくるし当然ですけど、うん、でもなんかね私が思うのは周りの人が多分こうやったら喜ぶだろうなってことも完全に排除するんじゃなくてちょっと考えていくと関係ってのはうまくいくんだろうなと思うんですよ例えばね全部が全部そうじゃなくてもまあ例えば 恋愛や結婚の決断をする時にまあ俺としてはこのままお付き合いしてて気軽な方でもいいんだけども結婚するのもまあ悪くはないよねとその上で多分結婚したら父ちゃん母ちゃんも安心するんじゃないかなうんで彼女の方にも家族がいるだろうからまあ多分責任持ってねきちんとけじめつけてあの戸籍 きちんとしますよみたいなこと言ったら多分彼女のお父さんお母さんもよかったねってなるんじゃないかなとそれを込みで彼女もああよかったになるんじゃないかなと、うん、特に重大な問題がなければいいんじゃないのこの制度を使ってもみたいにね寛容になれるとみんながよかったねになるのかもしれませんけどもいや理屈スコなんてねいや結婚なんてね昔の制度でねあれは一子相伝の田んぼをこう 次の世代にに引き継ぐたために作られた制度なんだよ。仕掛けられてるんだよみたいなことを言ってね <laughs> なんかシーンとするよりもねいいんじゃないかなと。で、えー、まあいろんな価値観の変化やね暮らしの変化ってありますけどもいろいろと使いこなせれば特に問題なく過ごしていけるんですけどもこうでなければいけないとかねこれを変えたくないって頑固になった瞬間ビジネスも暮らしもいろんな不幸が起きたりね人と相いれなくなっちゃったりするのかなと。 その頑固さが身を助ける時もあ,りあると思いますけども、多分その頑固さがね。多くの人の人生をちょっと壊してるんじゃないかなってところがありますよね。もっともっと自由に今日まで信じてきたことも、今日からは変えてもいいんだっていうね。発想も、うん、持てればいいなと思いますよね。この1年。もう12月になりましたけども、1月に感じてきた。常識と今思っている。その常識まるで変わってるんじゃないかなと。 思いますし、これだと思えるものがあればねあ本当に自分は登ってきたんだなっていうふうに感じれますけども同時に地に足をつけることも大事なんですが結局地に足をつけたまんまね全く登っていないっていうのが多くの方の現状じゃないかなと。ね、収入は変わりましたか暮らしは変わりましたか人間関係は変わりましたか気持ちは変わりましたか何を挑戦してましたか何を取り逃しましたか何を捕まえましたか 様々なねことを振り返る一年ですけども別に12月だから振り返るんじゃなくて日々振り返ることは3月でも5月でも8月でもできたんじゃないかなと思うんですよなんでね年末にしか考えないんですかなんでね最後の瞬間しか振り返らないんですかまあそんな12月でございますねじゃあいってらっしゃい